金子裕二引退。西武は1日、金子裕二が癒しの今季限りでの現役引退を発表した。金子はファンの方へ少しでも多くベルーナドームでプレーする姿をお見せしたくて頑張ってきましたが、叶えることができず申し訳ない気持ちです。ライオンズで過ごした12年間は夢のような楽しい時間でした。入団してからこれまでたくさんのご声援ありがとうございました。ファンの皆さんの声援はこれからも一生忘れません、とコメントした。また山賊が一人減る模様。5年くらい前にトレードに出せばよかったのに。1球団だけ異常に早いストーブリーグ。監督の解任も決まっている模様。栗山中村に引退勧告できないならマジで暗黒突入やろな。36試合2202本8打点と稼いぶならグリーンアップやろ。引退した途端に SNS でまだ戦力になれるのにとか言ってるやつ多くて草。2軍で調子良いのになぜ上げないって言ってる西武ファン結構見たで。そしたら引退かい。全然使えんでもないけど未来もない選手を着るには再開はいい機会。チャラい見た目とキャラから熱いプレー多いから打席内容に目つぶれば良い選手だったよ。こんな不人気チームにこんなイケメン選手が出て定期的に記事にされてけど、ついに引退するんか。ご視聴ありがとうございました。